ハッチワーククラブちくちくです。私たち着るとするものは小さな布も大切にして配色をよく並べてバッグやタペストリーを作っています。自分の好きな配色を、まあ、何が作りたいかもうそれもみんな自由に一針一針もう全部手縫いでしています。20年近くやってる人とかまた最近入られた方とか手作りというのが好きだということで気が大変合うのかな、あの本のことをしゃべったり家のことをしゃべったりで以上に口も動かしてやっています。毎年この中地区公民館で10月に文化祭があるんですけどもその時にあの作品を出すのを目標にあの頑張ってます。毎月第2、第4木曜日の1時から3時までです。年齢性別は問いません。見学いつでも大歓迎です。お待ちしております。今年の春から入って4ヶ月目なんですけどもうバッグはこれもそうなんですけど、あと別に2つ4個もできました。先生の、ご指導のおかげで今からもどんどん頑張って作っていきたいと思います。ワクワクするような作品作りを頑張ります。アミンチュ。